公安委員会ドリフト取締局、市民の安心安全を守るための政府直属の公安組織だ。だ。令和元年12月、取締局本部に驚愕の情報がもたらされ、年末のクソ忙しい時期に出動命令が下された。情報によれば、静岡県浜松市に新たな犯罪拠点ネクサスがオープン。そこへ世界チャンピオンの国際指名手配犯が現れるとのことで、地元警察も手をこまねいていった。この番組は世界に愛と平和とラジコンをマッキーワークスと電子決済のゲスペイと悪の秘密結社レイブピーとご覧のスポンサーの提供でお送りします。今回の作戦目標は、新たな犯罪拠点ネクサスの摘発と国際指名手配犯の確保だ。内偵捜査のカメラが入る。危険を顧みず、さらにカメラが入る。とその時、驚くことに広く確保されたいわゆるピットは、12月末にもかかわらずとても暖かい。さらに決死の覚悟でカメラが進む。なんとそこには真新しいフリータイルにテクニカルなコースが広がっていった。あまりにもデンジャラスだ。さらに今回の作戦に向けて2台の偽装車両が用意された。ドリフト取締局大阪本部車両開発部が総力を挙げたのだ。記者たちもまさかこれが公安の車両とは気づかないだろう。納車ありがとうございます。各隊員偽装車両で内偵捜査の開始だ。
ここネクサスにはもう一つ大きな問題がある。それはリアルな違法ジオラマの存在だ。今後ここを訪れる犯罪者たちの違法車両が違法な方法で違法撮影を行い、違法インスタ映えをさせる可能性がある。さらに今後巨大な違法ジオラマサーキットに発展させるという情報もあるのだ。とその時、先頭を走る青の86、現れたのは国際指名手配犯、コードネームハート容疑者だ。彼の犯罪歴は半端ではない。一部週刊誌の報道では、彼はアンドロメダ銀河の霊部星からやってきたラジドリ星人という噂もある。カメラはその証拠ともいえる映像を捉えていた。ご覧いただけただろうか。もう一度スローで見てみよう。この滑らかな指の動きでマシンを操作するのだ。2019年のRCDC 全日本選手権をご覧いただこう。確かに地球人類のドリフトと少し違う気もする。さらに奇妙な映像がこれだ。このままでは人類の危機だ。ドリフト取締局が立ち向かう。綿密に練り込まれた作戦はこうだ。取締局の車両で道路を封鎖。もはや袋のネズミだ。そこへハート一味の集団が現れた。その先の道路封鎖を知る余地もないだろう。その時、抜け道の存在に全く気づいていなかった。カーチェイスが始まってしまったのだ。
隊に総力を挙げ、無事星を挙げることができた。そして逮捕されたネクサス代表安藤容疑者の尋問が行われた。なんであんな運転したんだ。最初は遊びのつもりだったんですけれども、後ろのタイヤが滑ってしまいました。すみません。そんなわけねえだろう。黒幕は誰だ。ベッキーです。ベッキー。驚くべきことに、この美しい86の制作者ベッキーが黒幕だというのだ。厳しい尋問が続く。お前がベッキーか。おう。店の名前はネクサスだよ。所在地は浜松市南区渡瀬804-6だよ。営業時間は平日5時から9時の週末9時から9時だよ。いくらかかるの。ワンデー2,000円。そんなに安いのか。指定タイヤはトップラインのスポイジだよ。被害者に何か言いたいことあるのか。これからジオラマ頑張っていくもんで、みんなでワイワイできるサーキットになればいいと思ってるよ。ああやるじゃん。もう今回は厳重注意で店の営業許可が下りた。かわいい、ね、かわいい、うん、かわいい、いいよいいよ。あ、ごめん、動画やったこれ。そして問題のラジドリ星人は護衛をつけて無事レイブ星へ送還された。人類の危機を救ったドリフト取締局、新たに公安の監視対象となったネクサス、浜松にまた平和が訪れた。この番組はラジコンで世界に笑顔を、マッキーワークスと、鼻水鼻づまりにゲスガードと、ジオン広告とキャノン伊藤とご覧のスポンサーの提供でお送りしました。